あのみなさん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、ペイペイが最大27%付与、ヤフーショッピング年末感謝セール、1月からペイペイ情報やリリータクシーなどということで、この動画ではヤフーショッピングで大規模なセールと、そして1月から始まるペイペイの情報もありましたので、それも含めてサクッとお伝えしていこうと思います。 それでは早速、こちら、年末感謝セールということで、今回はヤフーショッピングでて、来月12月の1日から12月26日までの間にこのキャンペーンが開催されます。いや、まあ、ここに来て、また今前はオンライン上での大きな勝負を仕掛けてきましたね。まあ、このキャンペーンは、日によって還元率というのが若干変わってきます。抑えておいた方がいいな、という日にちがですね、こちらですね。12月の8日と12月の9日の2日間です。この2日間は、最大付与率が獲得可能となってます。 まず t ポイントの場合は通常の1%そしてヤフーカードのご利用特典で1%これで合わせて2%ですね。 次に、ペイペイボーナスですが、Yahoo ーカードご利用特典、Yahoo プレミアム会員、ソフトバンクもしくはワイモバイルユーザー、合計2万円以上の注文、そしてバイバイストは年末感謝セール特典で、これら合わせて最大で25%。なので、両方合わせると最大で27%まで還元を受けることができます。まあ僕はソフトバンクユーザーで Yahoo ーカードは持っていないので、最大でもまあ25%還元を受けることができます。けどまあ一つ条件に2万円以上の注文というのがあったので、まあ特に大きな 買い物をする予定がない方はそんなに無理して利用する必要はないと思うのでまぜ、あ、ひこれは検討してみるのもいいと思いますまあ、以上が年末感謝セールの情報でした次はローソンとペイペイのキャンペーンですねペイペイで最大10%戻ってくるローソンお得ウィークキャンペーンということでまあ、ちょっと先の話なんですが期間は来年の2020年の1月21日から1月の27日の1週間ほどですねまあ、対象の店舗は今出てる通りローソンナチュラルローソン ローソンストア100ですね。これは2020年の1月のワクワクペイペイとして実施がされます。 で、今回気になる還元率なんですけども、こちらですね。Yahoo プレミアム会員、そしてソフトバンクワインモバイルユーザーの方は10%還元。で、上限は1回に200円相当まで、期間中は1000円までとなっています。また、ペイペイユーザー、これ通常のペイペイユーザーの方は5%還元。1回に100円相当までで、期間中は1000円相当までということですね。いや、まあ、ソフトバンクワインモバイルユーザーや Yahoo プレミアム会員の方は10%還元なので、まあ、それはまあいいかなと思うんですけど、通常 上のペ p ペイユーザーの方だとちょっと使うか迷ってしまいますよねちょっと5%付与ということなのでそしてキャンペーンの付与日ですけどもこちら以前動画でもあのお伝えしたんですが支払い日の翌日から起算して30日後となりますのでこれお間違えないようにお願いします 続いてタクシーとペイペイとのキャンペーンも開催されます。その名もタクシーお得に乗れちゃうキャンペーンということですね。期間は2020年の1月の27日から2月の13までの1ヶ月弱ぐらい開催されます。このキャンペーンの対象のタクシーは全国のペイペイ加盟タクシーということになってます。目印は今出てるこの2つのステッカーですね。これらが貼られていれば期間中タクシーに乗ったらペイペイで最大10%が還元されます。 で、やっぱこう気になる還元率はこちらですね。こちらもヤフープレミアム会員、そしてソフトバンクワイモバイルユーザーの方は10%還元。で、上限は1回に1000円相当まで、期間中5000円相当までということで、通常の PayPay ペペユーザーの方の場合は5%還元。上限は1回に1000円相当、そして期間中は5000円相当までとなっています。 でこちら先ほどのローソンと同じで、ボーナス付与日に関しては支払い日の翌日から起算して30日後となっています。以上がタクシーのキャンペーンの情報でした。そしてつい先日なんですけども、PayPay に新機能が加わりまして、ミニアプリというサービスが開始しました。このミ,ミニアプリという機能は、PayPay のアプリ内から様々なサービスが利用できる便利な機能となっています。で、今回こちら、アップデートされている方ならもうご覧になったかもしれませんけども、ここにタクシー配車というものが加わっています。 これ開くと、こんな風にすぐに行き先を設定する画面が出てくるので、簡単に DD のタクシーを呼ぶことができます。これ便利ですよね。ちなみにこの DD のタクシーに関しては、キャンペーンも実施中でして、11月の28日から12月の16日の期間なんですけども、20時から24時の間に DD のタクシーを利用したら20%オフのキャンペーンも開催されているので、ぜひですね、利用されているのもいいのではないでしょうか。ちなみにこのミニアプリに関してですが、加盟店が提供するサービスの予約とか、 商品の注文などもできたりするみたいなのでまあ、今後のペーペーのミニアプリもまあ興味深いところではあります念のため今回お伝えしたキャンペーン2手順にまとめましたらこちらですねディジのタクシー20%オフに関してはもう始まっていまして12月の16日までで、ヤフーショッピングの年末感謝セールは12月の1日から12月の26日まで。で来年のローソン のお得ウィークキャンペーンに関しては1月の21日から1月の27日まで。そしてタクシーお得に乗れちゃうキャンペーンについては1月の17日から2月の13日までとなってます。 そんなこんなで今回は Yahoo ショッピングの年末感謝セール、そして来年の PayPay ペペのキャンペーンについてざっくりですけどもお伝えさせていただきました。まあいや、PayPay ペペはまだ PayPay ペペモールとか PayPay ペペフリーまでの20%還元もやってるので、今年いっぱいまあ PayPay ペペの動きっていうのはオンライン上での決済がやっぱり強いですね。まあ来年以降の PayPay ペペのキャンペーンも今出てきてるので、まだまだちょっとやっぱ楽しみなところではあります。一応今回お伝えしたキャンペーンのリンクは下の概要欄に貼っておきますので、ぜひですね、詳細気になる方はチェックしてみてください。ということ 本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。